よし、こんばんは。メリークリスマス。顔文字。ちょっと待って、皆さんこんばんは。皆さんちょっとケーキを食べようと思ってるんですけど、こんばんは。遊びに来たよ、うりち。メリークリスマス。お姉ちゃんもね、今日は久しぶりにいるんですよ。常いるから出てないだけで何何あんた、きつ、お腹きついよ。え、どこがきつい？見て、皆さんにね、皆さんに買ってもらってしょ、ママに買ってもらったケーキを用意したんですよ。せーの、せーの、はい、せーの、ハッピーバースデートゥーユー。お姉ちゃんケーキ、せーの。お姉ちゃん、さっきのさ、ケーキ買ったんいいけどさ、うん、はい、どうぞ、はい、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー。何の誕生日でもないでキリストの誕生日か。メリークリスマス。見てください、これどこのケーキ屋さんやろ。それは言ったらかよどこのケーキ屋さんか知らないですが、ママが買ってきてくれました。せーの、ハッピーバースデートゥーユーじゃなくて、あ、タワー来たやって。すごい。しかもクリスマスツリーや。タワさん、ありがとうございます。嬉しい。クリスマスツリーな。お姉ちゃんも配信見よう。え、クリスマスツリーのクマちゃんのやつ、え、めっちゃ可愛いやん。そう、ちょっとな、今豪華バージョン、今な、背景も豪華バージョンやねん。うわ、これはちょっとファンの方と一緒に盛り上げないかな。じゃあスクショしましょうしましょう。マジめっちゃ可愛い。お姉ちゃんもいるわ。トモさんからありがとうございます。トモさん、トモタワーですね。え、めっちゃ可愛い。そう、今のスペシャルギフトめっちゃ進化してんねん。はい、ちょっとトモタワー、トモタワー。え、タワー出てないねんけど。タワーちょっと拡大してる。すごい、めっちゃ可愛いやろ。可愛い。はい、え、めっちゃ可愛いやん。見られたんって呼んでいいですよ、全然。え、めっちゃ可愛いやろ。このタワーは初めて見たかも。お姉ちゃん、いろんな種類あんねんで。え、これ埋め尽くさなあかんな。お兄ちゃん、ん、要求したらダメでしょ。要求しないけど、えー、でもファンの、ファンの一人やから。あ、そういうこと。あ、じゃあ、はい、10個ぐらいな。お姉ちゃんも課金しようかな。やめてよ、ほんま、はい、ちょっとね、このまま食べさせていただこうと。あの、ここら辺のね、はい、いただきまし。めっちゃ可愛いよ。今お腹いっぱいなんですよねはい、あー、うん、うまっ。おいしい。みーたんって呼んでいい。見たはいいですね。すごい。なんかな、ケーキ用意したら絶対顔面って言ってくる人もね。ダメなんだよ。そんな無駄なことできんの。お姉さんがタワー投げればいいやんって。課金しようかな。ダメ。美味しい。めっちゃ生クリーム美味しい。やかな匂い。ちょっとこのまま食べて、ちょっと行儀悪いけど。ごめんなさい。すごい。うん。嬉しかった。お姉ちゃん直して、溶ける。お姉ちゃん直して。わしはマネージャーか。マネージャー、マネージャーさん、このチョコレートだけ食べたい。ちょっとフォーク、フォーク。うん、美味しい。めっちゃ美味しい。これお姉ちゃんケーキ落とした。やば。お姉ちゃんも後で食べ。明日食べる。明日やな。そう、うん、え、もう一個タワー来たらしいで。え、マジ怒らん。真面目サラリーマンさんからや。すごい、ありがとうございます。優しいな。ふまタワー、ふまタワー。クリスマスタワーや。クリスマスタワーじゃん。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、すごい。レイチェルマネージャー、ありがとう。直しに来てくれた。優しいな、あの人。うん、優しい、ありがとうございます。美味しかった。姉ちゃん、昨日なっちゃんと青春ガールズ公演見てて。おね、え、なっちさんとどこで、え、一緒におってんの。 DMM 見れんの。 DMM 配信見れんの。へ、どうやった。めっちゃ懐かしかった。ちょっと踊ってや。なんでやん。え、初日レイラの生誕祭見た。なんか恥ずくない。恥ずかしかった。自分めっちゃ映るやん。めっちゃ映ってんで、ね、めっちゃ恥ずかしかった。はず。そう、お姉ちゃんの
ツイッターにナッツさん載ってたから夜中やったけどいいの。間違えた。ナッツさんのツイッターにお姉ちゃん載ってたからいいね押しといた。ありがとう。みんないいね押してね。可愛かっためっちゃ。ケーキ食べたん？ケーキ食べた。どうやった？ホールじゃないねんけどな。うん。1個ずつ食べて。美味しかった。悲しい。うん、悲しくないよ。未来は。この年になるとな、ホールケーキきついねん。ババア。おい。何歳か言ってみ。21歳。で未来の昨日のじゃあ予定言ってもいい？昨日何してたか。興味はないかな。うん、じゃあやんとこ。あの人気になるから言うよ。幼なじみと会ってました。めっちゃ久しぶりに。いいな。誘ってないな。で誘ってへんもん。しばくで。待ってお姉ちゃんが誘ってくれへんかったもんみーちゃんの。お姉ちゃんはな。あとね昨日の夜にお姉ちゃんにクリスマスのプレゼントを頼むサンタさんへって言って、ほんまに誰かサンタさんや。サンタさんそうえ多分今年ねサンタさんくれってママ言ってたから。いや、くらんかった。違う違う、ママがまだ小屋んって、まだ小屋。ママまだ小屋で何なん。いや、止めてるもん。違う、ママがまだ小屋んって言ってたから。ママ権限なし、友達なんかな。そう今年なんかまだもうちょっと遅いって言ってたから。タワー来たやって。えー、すごい。何本目？トモさんから2本目のタワー。優しい。わあ、トモタワーありがとうございます。ん、どうやって見るのこれ。あ、じゃあひがもこさんか。あ、トモさんのこれはタワーじゃないんか。あ、ひがもこさんからや。ありがとうございます。ひごタワー。このさ真ん中の鹿みたいなやつはな。そう、それがタワーやね。あ、間違えた。このなんかサンタクロスがあれやと思った。すごい。あ、え、これか。そういうことか。ひごもこさんありがとうございます。タワーがひごさんからのタワーありがとうございます。パチパチ嬉しい。ありがとうございます。ちょっと見間違えちゃった、スペシャルギフト。え、なんかちょっとなんかいっぱいさ、今月なんかサンタクロースクリスマスやからさ、いっぱいなんかクリスマス仕様のスペシャルギフトで見間違えちゃった、ごめんなさい。耳たぶ裂けそう。耳たぶ裂けそう。ピアス開けすぎやん。見てほら、ここまで来ちゃった、うん、今日なな、大丈夫。すごい。あ、見て、トナカイ飛んだ今。見て見て、チーズが当たり前。海からチーズできた。え、ちょ、何を発言してんねん、ここで。バカタレ、ちょっと見て。もうお姉ちゃん、もう出て行って、もう出て行ってほしい。ほんまに何か今日は、うん、かすごく記念すべき日やから、そうクリスマスイブって間違えてクリスマスっていう。で何かサンタクロースもどこのって来ましたか。来たやん、ほらみんな来てるやん。ほんまやん、ファンの人がクリスマスケーキやん。じゃあママから聞いて。まあサンタさん、ママから聞いてもうてる。ここにまだサンタさんを信じてる方が言い張ったらあかんから。遅いやろそこまで言うて。ごめんなさい。え、サンタさん信じてる？お兄ちゃん、お兄ちゃん信じてるよ。え、皆さんサンタさんいると思いますか？ちなみに未来はいると思う。今年何が欲しい？ネイル。ネイル？マニキュアやろ。そう、マニキュア。マニキュアにもハマってるんよ。で買ったけど夏の色を買っちゃって失敗したから。うん、ほら信じてる。妹にしか来なかったやって。年齢的な、うん、あ、いるでやって。なんかあれ洗脳されてる今。サンタさんいるらしい。あ、いんの？サンタさんって。いるいる、ほんまに。そっか、サンタさんちょっと中野家来るの遅いな。なんかママが明日に来るって言ってた。なんなの？なんか、そうなの？なんかもう朝起きてさ、サンタさんおらへんって言ったらさ、明日来るぜって言ってた。あとめ、手紙書いてへんからさ、もうそこからよな。それはちょっと求めすぎよ。うん、手紙なんか言っといた冒頭で、ネイル欲しいって。割と遅れがちなんよ。こんばんは。
うん、そういうことね。なんかお姉ちゃんも喋りや、せっかくいんねんから。いや未来の配信やねんか。いやお姉ちゃんもいたらなんか喋りたいやん、お姉ちゃんと。ちょっと聞こえてんの、ちょっとやめてそれ、うん、お姉ちゃんはねなんか日々可愛くなってる。この前ね美容院行ってきたらしい。数年ぶりじゃないけど、1年ぶりの病院けど、バカだれよ。コロナやっぱ気ぃつけなあかんの。いやコロナでも行って、あの奈良県とかで。やっぱ未来のためにな、そこ自粛しなあかんやん。優しいよ、ね、もしお姉ちゃんがなってやで、濃厚接触者やな。そうそうそう、なったあかんやん。優しいよね。もちろんやん。姉ちゃんはそんな気にして毎日仕事を変えるときアルコール全身にぶっかけて帰ってくるからな。いちゃえま鼻のな、やめなさい、鼻が赤くなってるよ。誰がトナカイちゃんなってる。ま、お姉ちゃんショートですよ。未来はお姉ちゃんロング派かな。みんなに言われるんですそれ。うん、まあけどね、可愛い子は何しても可愛い。君のことだぞ。にょーのママは。お姉ちゃんにこの前アイライン買ってもらったし、クッションファンでもね買ってくれたんですよ。でまたなんか買ってくれたよな。あれ本当にはしょっちゅうなんか買ってるな。お姉ちゃん優しいね、ほんまに。お姉ちゃん優しいからね、ちょっとアイス買ってきてって言ったら買ってくれるし。サンタさん来なかったら悲しいです。じゃあサンタさんは未来たち手紙書いてへんかあかんねん、はあ、そこやな。まず手紙書いてへん時点でさ、なんかダメやな、こやんやな。お姉ちゃんもね、うん、私ねiTunes カード欲しい。バカなほんまに。この年になると現実的になるんよ。バカなだから夢が潰れるんだよ子供の。みんなうるさい、自分で言うよ。そう、明日からの24時間テレビが始まります。YNN さんでマジで楽しみ、ほんまに楽しみやけど、 MC を逃してしまった。ん？ MC ワカポンとあれなんです、ワカポンとレイコちゃんなんですけど。ワカポンとあれなんです。間違い、あれちょっとレイコちゃんな、レイコちゃんだから来年ハーサとちょっと狙おうって、もうね LINE しました。いや、それはあかんで。どうした、もう今なここで裏 MC をしますって言いなさい。裏 MC なんて表 MC は2人やけど、裏で回します。裏で回させて、私2人でいただくので、2人が休憩してくれたら、うちらは MC。そうそう、私が MC。 まあハーサね、ちょっとまだ復帰したばっかりやから。いや復帰したからこそ、うん、あれやね、ちょっと来年はそう、年齢的にまあ NG だったんですよ。まあ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 、そうそう、まあ、あ、そうか、年齢ね、そう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 、年齢のせいにするぞ。年齢的に夜中出れへんから。そうそう、夜中出れへんよ、夜中出れへん、来年から出れるねんけど、うん、まだ高校生やからね。来年こそは MC 頑張ります。ちょっとね頑張りますやない、何年、そう、みんななるねん、お願いしばえねんねさんに。これしてる、めっちゃしためっちゃした。来年は絶対もうなんかあのね、なんかこうめっちゃもう去年ぐらいから言ってて、去年の冬ぐらいから、じゃ今年の冬から言ってたし、あのちゃんとなんかコンサートの時とか YNN さんがこう裏で回さはるやん、あの時にめっちゃ24時間テレビの MC がしたいですってみんな言ってる、うん、いや来年やで。そう、来年か、来年ね、そうやね、来年、今年勉強して、裏回しの勉強して。いやもう今年勉強じゃなくてもう練習しとこう。練習、今年乱入していっちゃう。今年乱入、練習しとこ、自主練習、自主練しとく、うん、そうやね、自主頑張ります。多分加入してから多分ずっとやってると思うから。マジで大変やね、うん、MC やんな、めっちゃ見てる。もうなんか山里奈さんとか、去年がかりんさんとおこくやってんけど、いけるいけるいける、いけるで、2年前未来が初めて入った時、年が山里奈さんと渚さんやってんけど、うん、いや、てか余裕や、いやそんな言い訳になってる、うん、え違うよ、うん、そう頑張っちゃうぞみたいな。そうですね、来年もう深夜もいっぱいバン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 回しちゃうぞっていうことで頑張ります。皆さんぜひ応援よろしくお願いします。そう、お姉ちゃんスパルタなんですよ。まあ、そこがねかっこいいところ。お姉ちゃんにじゃあ一つ聞きたいと思います。未来の好きなところはどうですか、どこですか。好きなところ、はい、未来の好きなところはどこですか。
ねえ、荒野行動してるよな。な、うん、じゃあ向こう行って。お姉ちゃんもしたいことして。なんでな。はい、未来の好きなところを言ってください。未来の好きなところは、うん、じゃあな、うん、何やろ、可愛いところ。どこ可愛いところ。どこが。うん、甘えてくるところ。うん、やっぱり。やっぱり。おまんは。お姉ちゃん荒野行動ね、めっちゃ下手なんですよ。おいおいって、なんかいつも打たれて。昨日なっちゃんに教えてもらったから。なっちゃんめっちゃ歌うまい。今なっちゃんの設定やからこれ。え、なっちゃんと同じ設定に配置にして、なっちゃんの教え方してでも指切りとか昨日練習してた。指切り、うん、打ち方があんねん。すごいよな、全然分からん。すごい、未来も荒野行動さして言うけど全然さしてくれ。なんかね、未来の携帯荒野行動インストールできんねん。なんかめっちゃ時間かかる。嫌われたわやん、ほんまに。夏さんめっちゃ歌もうまいしさ、荒野行動もうまいしさ、どうする。どうする。逆にな、今日メリークリスマスやけどさ、なんかクリスマスらしいことしてない全然。ほんまにな。なんか歌歌いやお姉ちゃん。歌歌うの。うん、あ、サンタクロース来ないかな。来たよ、ファンの人。ファンの人来た。お家に来てない。お家に来てないね。メリークリスマス。親に制限されてさ、うん、なんか違うね、なんかこれだと容量がかかりますみたいな。多分あれやんね、多分荒野行動に容量が大きいのかな、めっちゃ、うん、う時間かかんね、めっちゃ、うん、24時間ぐらいかかるよな。それは無理すぎ。ほんまに。やからもうなんか途中で消しちゃう。なんやこれ、全然できひんがなって。携帯やしな、 iPhone やから余計に。うん、お姉ちゃんケーキ作ってくれへんの。お姉ちゃんはめっちゃなんか作ってくれますよ、料理。結構なんか、結構なんか語彙力ゼロか。結構バババーバーって作らはる。それなんな、なんでな。未来料理めっちゃ下手、下手というか苦手やから。苦手じゃない、下手やで。じゃ作らへんよ。え、作らへん。作らへん、作らへんじゃん、作らへんやん。作ろうと思えば作れるけど、やっぱし、何やろ、そんな貴重なキッチンを汚したらあかんから。やば、吹けよ。なんかお母さんがすごく大切にされているそんなキッチンを、汚したらあかんから。電波やばいってきてんねんけど大丈夫。じゃあ未来なんか公園の話したから。え、そんな関係ある。うわ、キャッチどこ行った。でもなんか貴重なそのキッチンっていう存在を怪我してあかんから作らへんだけで。そうなん、ちゃんと作ったら怪我さへん。初めてやから。料理はせやな、けど料理配信してみたいなって。うん、じゃあね、目分量が分からへんね、未来。多分そこなんか塩コショウが限界やろってきてて、チャミさんから。おにぎりも握られへん言うたれ。おにぎりは握ったこと。どうやって握るか知ってる？見てみ。熱い、手汚れちゃうから、おラップ引いてそこに入れて。うわ、やっぱ現代やな。現代ってか若いね、やり方が。だって熱い。普通塩、水やって塩やって。まあそうそう、水やって塩やって。水用意しといてな。うん。そうやね。一番ゆかりが一番おいしい。ゆかりが一番。カップ麺も作れますよ、未来。カップ麺よく焼くようする。いや、カップ麺難しいよな。うん、カップ麺はちゃんと説明を読まな。昔するんだ、ケータリングでさ、作り方めっちゃミスってん。担々麺、うん、担々麺やった。辛いやつ、汁なしのな。うん、それをお湯捨てやんと全部入れてもうて、で、火薬後入れしちゃって。マジで美味しくなかった。そりゃまずいわ。今でも覚えてる。バカやん、ただのアホやん。はにゃ、ごめんごめん。何つけてんの頭。え、これどんなんか。偏差値3やん。は、なんか誰かにも、なんかお姉ちゃんこの前言ってたよな、未来偏差値3って3以下やみたいな。あとは2以下やみたいな言ってたよな。おもろ
あとあれ得意やで、何どれ盛り付け得意、盛り付け得意未来ほど盛り付けたなんておらんやん。よう言うわ、びっくりした今。よう何人今1300人の前で嘘つくな。ごめんね。いいよ。けどお姉ちゃんはこんばんは。失礼しました。失礼しました。田中ゆみたん可愛いやって。でちゃ。そう、前にみーチャンネルでそうおにぎり作ったことあるね。ママに見守られながら。挑戦した。えけど料理配信したいなと思って、フライパン買いに行こうと思ってもあさって、じゃあしあさってか、うん、やめときって。そんなんでそんなこと言うの。やめときって。できるもん。からほらやれたらやれますって言うとき、やれたらやれたらやらんからやるもん。やるの。行けたら行こう、行かんからな。もうやるの。そう、たこ焼きとか、たこ焼きがあるから、たこ焼き器、たこ焼き器があるから、うん、たこ焼き丸めるだけですなめんなよほんま。たこ焼き丸めるのがどんだけママが苦戦したことか、バイトで。ほら暴露すな。ママの高校生の時か、高校生の時バイト先してたらね、絶対やる絶対やる。だってクレープ配信とかしたいなって思ってるもん。無理やって、やめときって。ほらできたらやれます。もうだってほんまにできるわ。みら目玉焼きちゃう卵焼きめっちゃ得意。ほんまに得意やね。やおばあちゃんちで巻く方、巻く方得意。どうせ箸じゃないやろ、あのさ、あのこうフライ返しでやんねやろ。おとりもよ。逆にフライ返し以外で何やんの。クレープいけるよ。クレープ多分みんな機械のこと想像してるじゃん。フライパンフライパン。聞いて。ちょ。フライパンフライパン。フライパンで流し込んで。それやろ絶対。卵焼き甘い派、甘い派です。もうめちゃめちゃ甘い派。甘いのしか食べへんっていうぐらい甘い派。全然やで。そんな全然。フライパンでこうぐちぐちってあれやっちゃう。え？うん。卵焼き、あと未来あれ。うん、目分量がなちょっと分からへんからな。目分量が分かったら何でもいけるんよ。お姉ちゃんと対決したい未来。負け確定の試合を申し込んでくるなんて。なんでそんなこと言うの。あとは未来のじゃあ、あの一回だけな、うん、あの料理でほんまに失敗したことがあんねんやん。おばあちゃんの手料理をあの小学生の頃なんやろ、あれ手伝うのがめっちゃ好きやってんやん。おばあちゃんの料理。そう、おばあちゃんの料理で、なんかなんやろ、輪切りに卵焼きじゃない、じゃがいもを切って、じゃがいも輪切り、じゃがいもをこうブブブブって切って、こうなんかこうやって切ってお皿にひいて、ちょっとブラックペッパーかけてチンして、なんかバターとかチンすんのかな、それが美味しかって。めっちゃやばいやばい、全然料理がそうそう、そういうやつがあんねんけど、ブラックペッパーをシャンシャンって振ってっておばあちゃんに言われたからさ、めっちゃ振ればいいやんって思ってさ、もう一面あの黒くしてみらい、うん、そしたらおばあちゃんに、あー何してんのって。よくそんな面白くないオチの話を長々と話せたな。そんなのだって、そうやねん。そう、それだけ。かわいいお茶目。お茶目な失敗だわ。今が一番の失敗だ。なんでお姉ちゃんはさそれを言うの。妹が頑張って話してる。なんでそれを逆に話すの。なんで面白いと思うんや。ほら W って来てる。W 言うな。ほらかわいいやって、ほら。みんな優しい。もうなんかかける言葉ないから可愛いしかない。ほらお姉ちゃん厳しいなって来てるやん。うわ優しいな。お姉ちゃんが厳しい、ね、そっちの味方か。怖いお姉ちゃん。ほら面白可愛いって、面白可愛い、可愛いところあるじゃん。可愛いところもないやろ。でしょでしょって、ね、あ今頑張ってることありますかってコメント来たで。感染対策ん、感染対策。未来はうん、お姉ちゃんが髪の毛を乾かして寝ること。頑張ったことないやん未来。お姉ちゃんちゃんと乾かしてんで。嘘つけ。じゃあお姉ちゃんは、うん、なんか髪の毛が短いから別に乾かさんでもな、
ちゃうねん。けど乾かさんでもいいよ。じゃあバスタオルをベッドの上に置かんといて。もういっぱい言っちゃう未来。そういうところですね。ほんとお姉ちゃんには直してほしいところは。それだけしかないと。お姉ちゃんいい人やな。うん、お姉ちゃんいい人。そうそう、ありがとう。うん、ありがとう。ハローみーちゃん。ハロー。みんな英語喋れるんの？ Can you speak English? Okay. Okay. Are you from Indonesia? 意味分かって話してる。やめときよ。じゃああれしよう、今からカタカナ英語禁止ゲームしよう。英語禁止ゲームな、うん、コメント読みよ。ほん自分それ読む。音も読み、メロも読むよ。オッケー、よい。え、待って、よいスタートで。いえ、よいでいいよ。オッケー、よい。コメントも読みよ、ちゃんと読むよ。よい、こんにちは。送ってくんぞ、ファンの人は。ファンってファンって英語カタカナやったらあかんで。カタカナやったらって意味は。リンゴとかもリンゴでファニーあれやで。え、ファンって英語なんかな。ファン英語、違う、ファン英語で。ファン英語、ファンやファンや、ファンはファンや、うん、ファン英語や。早速やな。罰ゲーム決めとけばよかった。メイチェルアウトやって。ガキつかかって。罰ゲームはあれにしよう。じゃあ、うん、怖い話言うにしよう。怖い話を喋んの。じゃあもう一回行こう。もう一回聞い取り直していこう。せやな。もうでもカタカナやったらあかん。カタカナじゃない、見ない見ない見ない。全部カタカナできるよ、日本語は基本な。リンゴ感じやねん。英語でそれが言ったらアポとかそういうの喋ったらあかんってこと。オッケーオッケー。じゃあよーい。英語もわかんない。よーい。ダウン。お姉ちゃんかわいいね。ありがとう。お姉ちゃん好きなもんなんなん。好きなもの、あ、チェーチョーして喋らんと。チェーチョー、うん、あの、なんやろ、もうバン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 って喋って。好きなものは、せやな、うん、なんやろな、うん、え、それ食べ物、食べ物でいい、もう何でもいいよ、何でもいい、何でもいい。辛いもん。あー、確かに、お肉とか。いや、でも辛いもんやな、ね、基本的に。韓国料理とか。韓国料理好き。ミラも好き。よ、ユウは辛いもん食べれんけど。あ、確かに辛いもん苦手、うん、え、皆さんはどうですか。今日は何の日やって、何の日やろ、今日。今日やろ、週なる夜や、うん、そんな感じ、うん、昨日は、昨日はその前日。ああ、うん、その韓国料理の中で何が好きなの。韓国料理の中で何が好き、うん、プルタックポックミョン。ハングゴや、韓国語やから、ね、そうなごめん。プルタックコプンギョン、プルタックポックミョン、プルタックポップンギョン、ポックミョン、ポックミョン、プルタックポップギモン、ポックミョン、プルタックポップギモン、言えへん。好きです。え、未来がちなみに好きなものは、うん、お肉とか。お肉ね。そう、お肉の何の料理が好きなの。お肉の、うん、タン。タン、タン、へえ。タンって英語。タンは日本語じゃん。日本語ちゃうって。タン、うん、肉食べたい、肉食べたいな、うん、え、あとは頭につ何つけてんの、これ、角、赤い角。好きな曲はやって。タンはバリバリ英語やって。タンって英語やったっけ。調べて。え、タンは英語なんか。タンって英語やん。英語はタン。わあ、気づかずにやってた。タン英語、塩タンでもあって。え、でもあれやで、ビーフ。厳密にはタンも英語。かわいいねやって。牛タン。ありがとうございます。あ、タンイコールし、したした、したって言えばよかったんか。ミラクアウトやって。英語由来、ソルティータン。じゃあミラ、罰ゲームで怖い話するか。していい？怖い話すんの？そう、暗くしやんで、ね、大丈夫？大丈夫。してよ。じゃあここで私から怖い話をしたいと思います。
私が本当にあった怖い話です。ですね、私が怖い話、そうですね、まあ、怖い話というか、ちょっとねえ突っ込まないで、まあすごく不思議な話ですね。私が中学生の頃にお家に帰ってきました、学校から。それで塾に行くまで時間があったので、ストレート45じゃないよ、ストレートアイロンで髪の毛をして、私は変なところが几帳面なのでちゃんとフローリングに、板の上にストレートアイロンを置いときました。でそれ冬だったので結構モコモコのねカーペットがあったんですけど、で塾から帰ってきて、あー疲れたなーと思ってそのカーペットで寝転んで、なんかちょっと足元になんかちょっと違和感あるなー、パッて見たらそのカーペットの上にストレートアイロンがありました。あれどうしてあるんだろうって思ったら、聞いたことあるやつとか言わないでください、結構話してるから。で電源ついてたことあったやん、違う、そしたらパッてあって、あれなんであるねんやろと思って、コテが危ないよ、コテがフローリングじゃないカーペットにあったら怖いやん。で家族全員に未来がその塾の行ってる間家帰ってきたって言ったら、誰も帰ってきてへんから、ストレートパンアイロンが勝手に移動しててん。ビビってやるの。怖い怖い。洗濯も悪い。ようキャッチしたな。それがようキャッチした。ほんまにあかんからな、これもしもさ倒れた時未来これ消えたんか、そこまでびっくりするわ、思わんかった、びっくりするわ。ちょっともう一回やろう、違う、何をもう一回、もう一回罰ゲーム、泣いてんの未来、おもろすぎて、おもろすぎて笑い泣き、ちょっともう一回やろう、もう一回、英語禁止、何英語禁止ゲーム、あーもうやめてほんまに、英語禁止ゲーム用意スタート。お姉ちゃん、何してんの。お姉ちゃん今未来の会社見てる。今の早まってるもん、ハマってるもの何。えハマってるもん、うん、ハマってるもんは、うん、ゲーム、あ英語禁止ゲームしてるんか今。スタートって言ったもん、全く聞いてないから、ママ取られてた今、ごめん。じゃあ行くで、よーいスタート。ゲーム向いたからな、オッケー、はい、もうダメ、今から行くで、よい。何見てんの。じゃあお姉ちゃんのさ、うん、好きな NNB の曲とか。お姉ちゃんの好きな NNB の曲、うん、コメント丸読みやな。コメントも英語やな。いや、NMB は。NMB も英語。NMB ってさ、S で英語やな。お姉ちゃん気づいてないわって思ってさ、未来が NMB って言ったこと。未来も NMB って言ったやな。お前一番最初に NMB って言ったな。お前アウト。未来、中野アウト。未来アウト。もう一回クライにすればいい。未来次は罰ゲームで、うん、じゃあせやな、何やろな、2020年、うん、一番頑張ったなって思うこと話して、活動でな。あー、あるあるある。やっぱりあれかな、2個ある。1個でいい。じゃ自分やなって、自分やな、待って言った、他人の話しようか。大丈夫大丈夫。はい、告白の公演をあれ覚えたこと。告白の空砲公演をもうすごい短期間で覚えたことです。
お、これがほんまにちょっと頑張ったなって思いました。ママはそれがすごく頑張ったことです、私の中で。なんなん告白の声ってどうなの。告白の生鉄砲隊の公演、今やってるねんけど、急遽ねちょっと体調不良のメンバーが出てしまって。踊っとったなコンサート。うん、それもやし、公演も、その公演バージョンも出てやってた。そう、頑張りました。すごくかっこいい、フレッチ。それがほんまに印象に残っておりますね。へえ、鉄砲隊感動した。なんかうんやろ、元なんで。まあ確かに、うん、出てきたお姉ちゃんとかママとか見に来てくれる家族に時間がなさすぎて言ってなかったんよ、告白の。めっちゃ感動したよ、鉄砲隊出てきて。見ろ、鉄砲隊やってるやんと思いながら。アンコール、アンコールちゃうわ、ユニット一発目、やと思う。なんかさ、スタイルが未来やなと思ったんや、うん、私あの、ね、目立つように高めのついてる人いてんやから。あ、違う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 、体体体か、ごめんごめん、体で。さすが、ほんまによかった。お姉ちゃんどこにいてた。感動。お姉ちゃん未来のまんまにおったよ、うん、全然気づかない。未来もう、もうサイリウムでこうやって未来お姉ちゃん見てるよってさ、なっちゃんの隣でずっと言ってたの。未来、うん、あーもう気づいてもない。ほんまにもう、あれほんまに緊張してたから未来。そう、ハロー、ハロー。声が同じ出てきてる。声が同じ、めっちゃ言われる。未来の子似てるよな。そう、なんかさ、初めてさ、未来がさ、こうメイクさんの前で喋った時にさ、衝撃起こったもん、メイク室が。なんか未来ドラフト候補生の時に初めて NNB のシアターでなんかお披露目っていうか、ね、披露してんだけど、うん、未来さ人見知りやん、うん、だから喋れへんかってん、メイクさんと、うんうん、でおはようございますって言ってこう座るやん、うん、それでさ、なんか喋りかけられたから喋って、うん、そうですねみたいな、はいって言ったら、うわ待って待って、お姉ちゃんやで、そんな似てるんや。めっちゃ似てるって言われた、初見ですって。あれどうじゃましょ、めっちゃ言われる、声ほんまに似てるって。マジで、うん、言われる。そんな似てるかな。あ、ちょっと一回さ、どっちがさ喋ってるか絶対わかるって。バカなの声のなんか響き方でわかるんよそこまで、そこまで違う。そんな感じかな。もう一回しよう。何を。あの罰ゲームありの英語禁止ゲーム。いいよ、こんばんは、いくね、せーの、いくで、よーいスタート。よ、いいよ、お姉ちゃん、ん、お姉ちゃんよ、うん、どうしたのその髪の毛、うん、お団子、お風呂入りたいなって思うんじゃない。お湯つかんの。溜まってないやろ。溜まって、あ、溜まってないやんな、うん、この頃どう、この頃どう、この頃、うん、まあせやな、一番はちょっと、うん、何や、うん、あれかな。じゃあ嫌いなさ食べ物とかない、苦手な。わさび。子供だね。は、お寿司のネタの中で一番好きなの。一番好きなのは、うん、うん、せやな、何やろ。未来、縁側。縁側、渋いな。縁側とか茶碗蒸し。あー、茶蒸し美味しいな、うん、レーナは、なんやろな。果物の中でやったら何が好き。果物の方、果物もな、なんやろな、特にあんまりそのあんま好きってのがない。だってお姉ちゃんさ、お寿司行かへんもんな。行かへん、うん、なんかお姉ちゃんめっちゃ耳になんかやっぱ泣いてるで。うん、それ何人かわいいやろ。それ何なん、これかわいいやつ、うん、かわいいやつ。それさ、多分この見て、配信見てくださってる方何か分からへんから、ちょっともうちょっとちゃんと詳しくさした方がいいと思う、うん、そうね、うん、なんてこれは、うん、かわいいやつ。なんかわいいやつ、耳に穴開けてつけてんの。お姉ちゃんがさ現役メンバーやった時にさ一番驚いたこととかない？驚いたこと、うん、ハマは驚いたこと、うん、驚いたこと、え、驚いたこと、そう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 、ないの。でも驚くこと結構あったかも。言ったら毎回変わる選抜メンバーにも驚くし、うん、ってことじゃない？
確かにね。あ、言っちゃった英語。ねえ、メンバーって言っちゃった。うん。ダメやで。メンバー言うたでやって。お、未来先にメンバーって言ったん？で話して。うーっしゃれな見てんねんからな配信。まメンバーって言ってんねんや。オッケー、先に言ったんか未来が。ありがとうファンネット教えてくれて。はい、罰ゲームです。もう嫌や。はい、未来アウト。もう嫌やもう。メンバー。じゃあ罰ゲームは、うん、怖い話。みや、あともう一個怖い話ある。言ってよ。じゃあ、じゃあ未来の怖い話お願いします。はい、なんか、うん、夏、小学生の頃は夏、はい、冬か、あ夏やん。なんか分からへんけど、うん、もうさ20時ってさ結構暗いやん外。もう暗い、真っ暗やん。あ、8時は遅い。そうで、もう未来が住宅街をチャリチャリって、あの小学生の頃チャリンコだけにチャリチャリ、うん、でこうこいでたんよ、うん、パッてな、パッて横見たら8時や、8時とかで、暗いのに、うん、女の子が立ってて。どこに？え、なんかパッて、どんな感じの子？なんかちっちゃかった、3歳ぐらいやった。へえ。でけど、あの逆光やって。逆光？あの何だっけ、あの害虫、外中で学校が逆校やって、うん、でなんかあんまり顔とかは見えへんかってんけど、ほんまにいて、はあ、めっちゃ怖かったこれ。こんばんは。やめてほんまに。二度目ないかなと思った、うん、こいつマジ怖いな。そう、怖いやろ。あと蛇も見たことある未来。それは怖い。蛇、おばあちゃん家のなんか入っていって。俺らも怖い話あんだよ。ねえ、ほんまに怖いやんそれ。劇場で。え、それほんまに。でもおばあちゃん家でもある。なんで？よ、おばあちゃん家にして。おばあちゃん家にする？うん、おばあちゃん家が結構見たんや。ちょっと待って。うん、怖い。ね、どこにも行かんといてな。おばあちゃん家がその二階建てないよ。で。その部屋が上に結構何個かあんねんけど、うん、その呼んできてって言われて、上にいな、いるな、うん、家族を呼んできてって言われて、そう呼びに行ったら、部屋の前で親もつらしの男の子って。男の子、男の子でこっち見てん、うん、顔ないねん、のっぺらぼいちゃん。めちゃめちゃ怖かった。え、その暗闇の中でも白く光るよな、そういうのって。なんか、え、その子はさ、あれってなんか見えねえ、砂嵐っぽく。え、どんぐらいのさ、背、あの背というか身長。ほんまにちっちゃくてお芋座りしてた。こんばんは。どうする、それもういるの？いや、今は分からんけど、ちっちゃい、ほんまに小学生の頃とか。え、口パクでどこか行って。いとこの部屋の前よ今やったら。やだ怖い。ミレクさ、そっちこそこの近い階段今でも遊んでるねんけど。怖いな。ねえ、クリスマスやのにさ、あんたや言い出した。だってお姉ちゃんの怖い話ガチやもん。怖いな。うん。やだ、怖い、すごく。怖いね。怖いですね。楽しい話しよう。話して怖がってる。ほら。サンタさん来たって。まあ、お察しください。明日って紹介したんよ。プレゼント。でも明日来るって言われたママに。奈良県はよく出るよねって。そうなんや。そうなん？分からん。でもお姉ちゃん結構奈良県でめっちゃ話すねたら遊んだ、まあ、遊ぶっていうか、で別に変わらんかも、結構話しかけられるんよ。ねえねえとか、ねえねえ何見て、めちゃめちゃそれは怖かった。何見て、ね、誰に話しかけられんの。なんか一回、結構何回かある、ほんまに、うん、ねえねえとか、なんて言うの、はーいって。 How are you? 後ろの着物動いたって。あ、メリーこれダフィーちゃんとミニーちゃん間違えた。ダフィーちゃんとミニーちゃんマキやな。間違えた。ダフィーちゃんの。シリーメイ。
歌ってや、うん、未来の歌声好きやってコメントで、もう開くコメント聞きたいな。じゃあ未来劇場でしか歌わへん。一応ケーキ食べる一緒に。ケーキ食べる、ケーキ食べる、いいよ食べたいだけやろ。お姉ちゃんケーキ、お姉ちゃんケーキ食べるらしい。クリスマスやな。確かにね。やっぱり高嶺の花の存在になりたいからさ、こうやっぱりたやすくさ歌ったかと思うね。怖すぎる、アイドルじゃん。あんまり。そう。何時まで配信なの？20時までしかできないね。あ、そうなの？そう。若いからさ。もしや、しまこかみんな。いつやったりますか？若いから。お姉ちゃん歌んや。え？お姉ちゃん歌ん。じゃあ歌ったって誰が得するって。確かに。確かに。確かにね、そう未来あの結構え、お姉ちゃん今何時？お姉ちゃんは今48分。まだいける。そうあんまりそうもったいぶるというかさ、安売りしひん、そう安売りそうしひん、なんかレア感なくしたくないね未来。やば怖。そう、はい、うん、ケーキ私いいよ。何だ食べ、食べよ、食べたいだけ。聞きたいやって、歌えやって歌って。なんでお姉ちゃんとママの前だけで歌わん主義やね。大丈夫って、うん、大丈夫、うん、聞きたい。いやいいよ別に、目聞かしたくない。やばし、そうレア感を残したいから、うん、どうしてだろう。え、何してんの。めっちゃここにケーキつけた。フォークが多分スッてなっちゃったの。そういうことね、うん、すごいな。あのさ 12月ってめっちゃいいねんで、未来のあれ、誕生日ケーキやろ、でクリスマスケーキやろ、でお正月で、未来の誕生日ケーキ一人で食ってたよな、ホールね。なんで言うの、アイドルやねんけど。違う、食べてへんからな。ちょっと食べてたやろ、ちょっとだけ食べた、ちょっと食べてあれやんか、ほら2、3口な。でもほとんどマジ、うん、もっと食べよ。じゃあ未来が食っとったからないんよ。ちょ腐るかなって食べよ。おいちゃんだってお仕事とかで忙しいんや、うん、ねえ、でもね、ちょっとまだお姉ちゃん弁解して、弁解してこれほとんど食っとったで。ねえ、なんでそんなこと言うの、なんかねえ食べてへんやん。ママと食べてほとんど食べてた。お姉ちゃんのいいところでみんなで食べた。ほとんど一ホールやもんな、未来が。もう違うんだ、おいしいやんケーキ。美味しいねんけど、うん、別に未来の、まあ、言ったら実質誕生日ケーキは食べていいねんけど、うん、未来お姉ちゃんの誕生日ケーキも未来が一番食べてる気がする。お姉ちゃん食ってないもん、あんまり。美味しいマカロン、上に乗ったマカロンぐらいの味しか覚えてない。違うね、なんかあれやね、なんて言えばいいんやろ、なんやろ、うん、美味しいからさ、ママの誕生日ケーキとかもいっぱい食べちゃう。もう申し訳ない。七夕とかも何だっけ、あの女の子のさ、あの七夕とかあるやん、女の子の七夕。3月1日、織姫様、違う、それ違う、七夕、ひな祭り、そう、ひな祭りとかもね、美味しいよね、めっちゃね。お姉ちゃんダメやで、ね、アイドルやもん、遅いよ。ケーキ1号1丁だね。うん、うん、おいしい、おいしい。今はいいよ、食べた、いい。お姉ちゃんお前ね、好きちゃうね、このクリームも。何だけ食ってんねん。うん、めっちゃおいしい。本番ひな祭り、ひな祭りはね、ちっちゃいめっちゃ可愛いのママが用意してくれんねんな。そうなの、覚えてないの。確かに今年コロナやったもんな、ひな祭りしてないと思うで。うん、してない。うん、じゃあ最近のお姉ちゃんの特技技を披露してください。姉ちゃんの特技技、うん、特技技。姉ちゃんでも特に特技ないねんけど、うん、もう直すの、食べる？うん、食べる。あ、いいよ、食べる。え、うん、うん、かわいい。はい、みーちゃん、みーちゃん、はい、あ、はい、あーして、あー、はい。
ゃんの特技か。お姉ちゃんはな、うん、そやな、なんやろ、ちょっと苦い。おいしい。未来逆なの特技ある。未来特技高跳び。あ、高跳びな、うん、ガチや。あとブラインドタッチ。ああ。でも確かにメイク得意かも。化粧。あ、うまや。でもな、ほんまなちっちゃい頃からしとったらな。うん。やれると思う。化粧は。お姉ちゃん？うん。お姉ちゃんじゃなくて基本的にみんなな。食レポして。おいちい。おいちなり？おいちなり？お姉ちゃんのメイクはほんまに、うん、でお姉ちゃんのじゃ、はい、お姉ちゃんの一番メイクの重大ポイントを教えてあげましょう。眉毛違います、カラコンでございます。メイクちゃんや。お姉ちゃんほんまにメイクめっちゃうまいと思う。だから未来にめっちゃダメ出ししてくるんよ、うん、ママと2人で。もっと未来ね、今もやねんけど。今もチークの位置と、やな、チークの位置とチークも取れて、ノーズシャドウがめちゃめちゃ薄い。待って、ノーズシャドウ塗ってない。塗らなあかん。ハイライトも塗ってない。マジで。だってマスクだ。アウトアウト。チークはどこに塗ればいいの。うち今やってみていい。うん、いいよ。待って、ソーシャルディスタンス。うちお姉ちゃんのメイクこっちあれやろ。泣いてる。あれ、え、泣いてる。嘘、ほらおるって。ミラー、後ろ近いへん。あるやん、ドライヤーの下に。これなん？知らんかった。目はいい感じやろ。もう今取れてるけど。目もやばいな。今取れてるもん。そうなの。うん。じゃあ直してやメイク。何がダメなの？何がダメか言って。目尻ここ？見る。その間ランキング読んだから時間やばいんじゃん。じゃあお姉ちゃん、けどなんか申し訳なくない？大丈夫だ。いけるいける。鏡な。今だって見る。時間知ってるなんか。うん、大丈夫大丈夫。55分や。大丈夫なの。みーちゃんいける。みーちゃんだって早口言葉得意やもん。いや、ちゃんと今読んどいたりってしながら。しながらってなんか申し訳ない。うん、見て。ね、肌がまずさ。まあ、いや、ちょっと肌はもうちょっとお姉ちゃん取りに行く時間ない。上向いて。でこ上げて。でこはダメ。分かった、こっち見て、早く。こっち向いてて。こっち見て、時間ないから。ちょっと上向いて。でこはダメ。上向いてて。じゃあ上向いて。じゃあ上向いて。上向きすぎやって。上見て、上見て、ちょっとね、こっち見て、おいもうやっぱね、ほんま中野家ノーズシャドウ大事よ。ほんと大事だから、こっち見て。そんな話いいの。うんって、うんってして、もう一回、うんってして、うんってして、で、じっとして、はい、オッケー、あ、すげえ。カッカやカッカ。はい、こっち見て、え、はい、アイシャドウで見た、アイシャドウじゃハイライトで見た、はい、こっち見て、はい、こっち向いて、こっち向いて、こっち向いてて、はい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 、うんでして、うんで、はい、うんでして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 、はい、オッケーオッケーオッケー、はい、まだいけるにだ、はい、笑って笑って、はいはい、オッケーオッケー、はい、こっち笑って、はい、笑って、はい、オッケー。ね、未来のチークの入れ方とあんまり変わってないよ。量が違うやん。いったー、はい、待て待て待て、はい、急い急いで、お姉ちゃん急いでね、今チーク行った今の。こっち見て、こっち見て、はい、笑って、こっち見て。姉ちゃんこれ映ってない、うん、ほんまに映ってない、うん、なんか映ってるっぽいねんけど、うん、やばい、57分です。姉ちゃん呼んでて早く。皆さん、ランキング発表させていただこうと思います。はい、笑って笑って、はい、こっち向いて、うん、ちょっと待って、揺れやんちゃって、涙袋マジで揺れたら終わり。あ、ほんま、熊の子見ていたか、これもじゃ、すんなよそれ。はい、こっち向いて、もう映ってないお姉ちゃん、マジで大丈夫、うん、こっち向いて、こっち向いて、あ、そうそう、イエス、こっち見て、
な、ラストラストラスト、人間っていいな、待って、こっち見て、こっち来て、こっち来て、はい、なんで、ラストね、すごいぷっくりした、こんばんは。じゃああと残り2分なのでランキング発表させていただこうと思う。いよ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 、はい、一人でランキング上向いて、これってどうやって塗れるねん、読めるねん、こっちこっち、上向いて、上向いて、マジで上向いて、 OK 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 OK、シジマールさん、ありがとうございます。12位、ヨシアナさん、ありがとうございます。11位、カツ丼さん、ありがとうございます。10位、ヒロシさん、ありがとうございます。9位、コバンさん、ありがとうございます。8位、マングースさん、ありがとうございます。7位、チヤポンさん、ありがとうございます。鼻すごい高く見える。6位、元気100倍、シューシューさん、ありがとうございます。5位、マッコンさん、ありがとうございます。4位、大ちゃん丸さん、ありがとうございます。3位、浜島サラリーマンさん、ありがとうございます。2位、ともさん、ありがとうございます。そして栄光の第1位はドロロ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 、ひがまっこさんです。ありがとうございます。そしてスペシャルギフトを送ってくださった方、ともさん、ありがとうございます。大ちゃんまるさん、ありがとうございます。浜島サラリーマンさん、ありがとうございます。しじまるさん、ありがとうございます。松さん、ありがとうございます。大ちゃんまるさん、ありがとうございます。ミキさん、ありがとうございます。ひよまこさん、ありがとうございます。ケイタンさん、ありがとうございます。マングースさん、ありがとうございます。キレちゃん、キレちゃん、急いで。カツ丼さん、ありがとうございます。コバンさん、ありがとうございます。マッコンさん、ありがとう。スイヒマッコンさん、ありがとうございます。スイヒロさん、ありがとうございます。ネルさん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。かわいい、ほんまに。バイバイ。バイバイ、切れちゃう。切れちゃうよ。